久しぶりのねボクシングしようと思います。もうサムネでね刺したやつはねもうあれだわ、もうアンパンチャンネル常連ですわ、うん、今日はねもうボクシングしますわ。今月からねオーラ 2しか使えなくなって不遇になったコンバートですが、でも俺は使う。今日の防戦見て、全部のアタックも HP も上がってる。これもねコンバート使うしかないの。デバフ来ようが何しようがコンバートで殴り倒していこうと思います。もうね今の環境といつもこいつもビナキンマモンばっかなんで、もうそいつをすかすね火炎コンバートとか毒コンバート大量に搭載してます。1,2,3,4,5,6,7 枚ですね。てなわけでもうね効かない、ヴィーナスもキーマンも効かない、コンバートでやっていこうと思います。いくぜー。うわーもうなんでだよ、なんでこんな殴りパー封じみたいなさ、とんでもないで、オッケーオーラ来たー。このデッキに勝つ対処法は一つしかないだろう。相手がデバフをするよりも速い速度で殴り切る。そう、瞬殺ボクシングしかねえな。ちょマジでさ、やめてそういうの。オッケー。でもこれ多分ね、ヌアザリーダーのあと中身普通のなんかさ、あのどうせビナトゥールラッキーマモンでしょ。絶対そう。絶対そう、もう俺神に誓って言えるわ。またはウィブサニアな。まあトゥールラじゃなくてウィブサニアの神団かもしれんけど。HP 高いし、どうせビナとキンマも入ってんだよ、もう絶対入ってる。もうヌアザとか関係ないもん、結局入るのよ。囲うか、盤面詰めてくかな、相手の目線からすると。こうなればお互い腹をくくる。まあハンジからか、これエンデカからだな。取るんならちょっとでもコンボ食らわないようにするな。エンデカからだ、オーケー。ここで取っといて、結構出るから、ほら変なデバフ多くない、マジで。置き型デバフとか多分ないと思うんだよね、普通のデッキだと思うんだよ。ブランジェッタとかで多分カード置くんだね、罠とかね。ほらね、ほら俺の読みは完璧だったら普通に進行するわ、盤面詰められないように。そんだけ。これね罠も怖いですけど、罠よりもロックの方が怖いんで、さすがにこいつから切るわ。ロックでね、あのオーラ出た瞬間負けなんで、マジで。まあビナトゥーロラキーマも来ても知らんわ、もうそうするしかないもん、まあ、ここロックないかもしれんけど、万が一ロック来る時のためにね。このデッキ結構ね、あの今危ないのよこのデッキ、とあの飛んじゃう可能性がある。これ繋いじゃってもいいのかな。繋いじゃって良さそう。火力出せるうちに出さんと負ける多分。あーでもこれだと詰むのかな、盤面。普通になんか詰みそうな予感がする。 X とかで詰みはせんか、詰みはせんけど結構だるいよな。うわなんかやっぱ入ってるわ、変なの。やると思った。まあもうそれでもプロキオン投げるわ、ここにね取りに行きます。相手4枚返したらもうね場面終わるん で相手罠とか置いてきても取りますわ、もうこれ繋いで。あのヌアザの弱点っていうと火力が出ないんですよ、ヌアザは。なんだそれ、なんだそれ、それやばいってマジで。こうやって 60% 出せるんで、バハムードまだいるんでね。ハロウィンっぽくしたいね。ここ取っちゃうとね、3枚返しされると俺何も置けなくなるんですけど、 X ぐらいにしかだよな、これきついよな。任せろ。X は絶対に置いちゃダメだと思う。
でバフがあるんで次バハムート引いたら勝ちなんだよな。マジでこれ取ってくるから相手4枚返しあるから。次バハ引いたら勝ちよ。てかなんならアステールか、これこれアステールじゃない、これまだ引いてないよな。アステール助けて、アステール久しぶりのアステール。違ったけどなんか飛ぶな。なんか飛ぶな。いや違ったけどなんか飛ぶな。これさすがに4枚返しは飛ぶな。違ったけど。ほらーデバフなんて関係ないから。オーケー、もう殴りには殴りでいきたい。さっきみたいなね、よくわからんデバフとか嫌なのよ。俺はもう殴りたいのよ。もう運営さん分かってくれた。もう殴り合いをね俺に許してくれた。行こうぜ、殴りたい殴りの応酬だ。俺のデッキはねもともと HP 高いんでいけますわ。ただしあいつだけは来るな。もう名前は言わない、みんな知ってるから。もう言わない、言ったら来そうな気がするから言わない。あいつは来るな絶対に、何とは言わない。もうみんなの頭の中にね、あの1枚思い浮かぶと思うんですよね。もうボーってやつ。来んな。オッケー、こいつはもう殴り合いの姿勢で来てますね。はいはい、だったらなんだいらん。ここはねアステール、アステール8000ぐらい出るでしょ、今日の補正なら出るでしょ。オッケー、アステール。もうね罠来ても何来ても大丈夫ですよ。もう俺の手駒はねそれに対応できてる。容赦はしません、それは対応できん。バハム行こうぜ。まずいな、まあ、こうだな。ユーファでもいいけどちょっとでも火力出してこないと、ここで6000出してこないと次飛ばせない。5000か、飛ばねえな。え、きっつ、いやきっつい。プロキオンな飛ばせるか、やばくないその火力。なんで引けんねプロキオン。バッハッムー、飛ぶのかこれ。信じるとバハムート3枚返して飛ばしてくれだろお前。お前ら飛ばしてくれるはず、助けてバハムート。さすがに飛ぶだろこんなもん、さすがに飛ぶでしょ。耐えねえよな、耐える。やったーやったーやったぜ。ありがとうバハム、お前のおかげで倒せたー。これがパワー、これが筋肉、自分の力。オッケー、殴り合いしようぜ、ボクシングしようぜ。オッケーだ、この手駒はもうボクシングしろと運営が言っている。あアステールもバハムートも引いたらもうボクシングするしかないやんけ。こんなもうねこれねどうしよっかな、罠が怖いんだよな。あ弱い弱い弱い、それは弱いと、それは甘いですね。いやでもバハムートからだなこれ、うん、バハムートからだ。ここは思いっきりバハムートで4722でしばく。皆さんお待ちかねアステルタイムでございます。これ多分2枚返ししてくるんで思いっきりアステルタイムをぶち込みましょう。はい、皆さんあのどうぞ一緒に行ってくれて構いません。行くぞ、正義のアステル。途中でもど死んだ。9000ぐらい出るでしょこんなの。うわーと死にかけた、死にかけた、マジで死にかけた。うーんこいつの3枚返しも怖いけど、でもねこれねバハムトの、いやだったら、だったらこんな関係ないよ。もうこんなもんつなぐわ。ここ行くぜバハムト、2倍、8000ぐらい出る。どうする、4枚返しだとこいつ 4% しかないから全然飛ばへんで。
なんか関西弁みたいになったけど、ロックが来ても大丈夫。仮にフルリクルに引いたとしても、こいつの方がアタック低いんで絶対勝ちですね、こんなもん。なんなら4枚返ししちゃってもいいんだぞ。気持ちよく俺は飛ばさせてもらうからね、4枚返ししたら。俺気持ちよくやらさせろ。行くぜー行くぜー、あー気持ちいい、久しぶりのコンバート、気持ちいい、あーうわー、あー気持ちいい。オッケー、マフェリーなんか関係ない。あのね、ハレスとかは知らん、もう来ないこと祈る。ハレスとマンドラゴラはそれしかないんだ。来たぞ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 。これはね、どうしよっかな。どうせ逃げるから、あーステール投げたくねえな。バハムート行ってもだるいんだよな結局な。これな、X バハムート行ったらね、上にね、なんか罠で逃げるんですよ。マフェリか、マフェリで逃げて、その後に罠置かれてみたいな、ね、そういうムーブが嫌なんで、バハムート取っときたかった、できれば。ただね、これアステル最初投げちゃう。お、うん、だったらね、まあ、ここにもアステル投げるわ。 1.8 倍を残す。ほらー、あのハレストが来たら知らん。マフィーでしょ、ここはマフィーなよ絶対に。でここでもう繋いじゃうの、握手てかコンボ発動しないし、オッケー、来たぞ来たぞ、チャンスが到来した。もう相手デバフする前にとっとと殴る、それが俺のスタンス。エスゴマがいる間にできればランタン引きたかったんですけど、まあグッジョブですね。なるほど、なるべく2手すかしたいが、次すかせなかったら安泰投げるしかないか。あー、まあでも結構入ってるからな。バハとこいつ投げちゃったけど、まだすかせる駒いっぱい入ってるから、ベントとかベントとかね、6来たら知らんいやいやいや、だったら今だ今だ今投げるしかねえわ。いや大丈夫か、 OK パラサゴンだ。次どうせ6来るからつなぎますわ。もうこれここで4000ぐらい出るんで、アステルのコンボでね。 OKOKOK 十分、あとは祈るあと6来ても何来てもいい、あのハデスが来ないこと祈るしかない。もう無理だもん、だって相手マンちゃん出したんだからさすがにないでしょ。もう許さんぞ、出したら。ロックなら許す、どっちも痛いだろ。マイタブロックでだよな、完璧な読みでしょこんなもん。しかもデバフがなくなった。さあ行くぞ、さあ行くぞ。なんか中途半端な火力のやつ来たが、いけるか。まあアステルなめんな、アステルのコンボなめんな、いけるいける、大丈夫、アステルだもん、アステル。オッケー、あーラニだー、もうラニしかいねー、ラニだらけだなこれ。引きはね、まあまあぼちぼちですが、相手の HP が低いんで、これ多分ラニ火炎なんですよね。この手駒からもしても間違いないわ。てことはテュポーンが搭載されている、俺の大嫌いな大嫌いなテュポーンが搭載されて、もうさ、テュポーンさナーフしてよくない、あいつ嫌いなんだけど。コンバートさ、ただでさえ不遇なんだからさ、いいでしょテュポーンぐらいもういなくなっても。ベルガとあの2枚ダメだよ、コンバート終わるもあいつら出されただけで。マジで強いからあの2枚囲ってくんね、まだいいよ囲った方が、囲ってくんねなあ、囲ってくんね頼む頼む、うわーい、もうやっぱ出ると思った、もうやっぱ出ると思った、終わった。望みは何、やると思った、やると思ったけど、まだ相手早くない、ティポン投げるの。早いけど無理か、
いやきっつ、何このデバフ、無理じゃん、団体引き団体。いや行ってえな、もうティポンきついよ。でもまあここでティポンじゃなかったときマシだな、まだまだマシだと思わないと。こっから仕切り直しよう、うん、頑張るわ。無理だもんな、このコマ絶対に無理だって。もう出された瞬間2ターンデバフ確定だもん、取れないから。どうせ取れないとこに置くから、まあ、繋いできたらワンチャンあるか一応。ねえなこれ、あと1万しかないのこの体力、きつ。何そのパワー。あー、もう罠来るかもしれないからこっちから行くか。デバフながら全然火力ないね、やべえこれ負ける。いや頼む、乱体来てアステル来るぐらいじゃないと無理だなこれ、絶対に勝てん。あーどうしよっかなこれ、あーもう S ゴマの連打してもきついな、オーラ引かないとこれ。いや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 、どうしようこれ。まあ打つよな、さ行こうぜ。いややべえこれ、繋ぐしかないなこれ、希望を持って。これ6000、7000ぐらいか、6000か、それきつい。いやこれアステールだったら飛ぶのか、バハムートだともう飛ばないんだよ多分。繋いで残ればワンチャンないことはないのか、4枚返しなら多分。でも相手残れ、残れ、来い、引け引け引け。投げれねえんですけどこれ、無理じゃん、ほら飛ばないでしょ絶対。飛ぶ飛ぶのこれ、乱体で飛んだー飛んだー、うわうわうわ、火炎大嫌いです。あのなんかね、シーズンレポートだけ見ると火炎は有利タイムのに見えるんですけど、全然有利じゃないからこんな。幽霊に見せかけてドフリデッキだからな、しかもこれ投げれねえし、どっちも出た早番で活躍しないブラザーズですね。どっちも女か、ハンジも女だったっけ、知らん俺進撃の巨人見てねえからわかんねえんだ、ハンジも女か。これコンバットきついのよな、まだまだオーラ引いてるだけマシか。思いっきり殴り飛ばそう、これ上逃げできたらつなぐ。もうX とかで追うとね、良くないです。もう代償みたいに繋いでもポン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 ってやるしかない。火炎倒すには。はい、サラマンダ。それはね、握手ですね。そのクマ握手だ。俺はそいつを残すぞ、思いっきり。くぜ、オラフロキオン1万飛ばしてくれ。まずはここで1万だ。大事な1万削り。うひぇー大体角来たら、2枚返しか。もうあのハイサラマンダ軸にする。そうしよう、思いっきり軸にしよう。角来たら角か B6 か、 B6 かもしれんな。 B6 だったらもう取っていいしな、ハイサラマンダ B6 の可能性はあるわだな。そうそう、火炎ベルトリンで入ってんの、それ上振れすぎんだろ。だったらもうね、これはね、あのもう火力出せるうちに出しておきましょう。ハロウィンっぽくしたいね。あのどうせ極炎とか来るから、よいしょ。じゃないと負けるんでね、マジで極炎1枚で負けるのコンバートって、そういうもんなの。でも相手オーラ2枚引いてる、さすがに極炎、こういうさフラグ立てるのよくないけど、さすがに極炎引いてないと思うよな、俺の予想だけど。出た上振れブルファ、こんなもんもうポンのポンするわ。あれミスでしょ、こんなこのミスだよ。全部中華炎だけど、俺はその後削り切れるから、もうチューボ来ようが何しようが、あの削るから、もうこのもダブなんか2回コンボ、あーベント投げときゃよかったかな、だったら間違えたかもしれん。チューボのこと考えたらベントだったなこれ。まあ、相手角から来たらもうやることないしな。
っぱティポか。やっぱティポか。思いを、願いを届けましょう。じゃあベントから投げるべきだった。間違えたわ。じゃこうだな。予想以上です。うん、こうだな。大丈夫、これで火炎耐えれば大体埋めてくるから。そこやば、とんでもない駒搭載してんな。死ぬって。間違えた。じゃあベント先だったな。これベント先だったら勝ってたかもしれん。いやでもさ、これさ4000ぐらい飛ぶのか。これ微妙なラインだな。Sレンダーで飛ぶよな普通に。でもこれ燃やせなければ飛ばないはず。あでももともと1000があるのか。まだ1300の1800で3100の5000ぐらいか。飛びそうじゃない。なんかこれ飛ばない。じゃあさ、もうさ思いっきりあるぞ。そんな極限雇用が何しようが。きついけどさすがに飛ぶでしょ。こんなもんなめてんの。さすがにさ、ハンジなめてるでしょ。ハンジじゃねえわ、ユーファだった、ごめん。さすがになめてるでしょ。アステルのコンボよ、なめてない。飛ぶんだよな、ねえ極限って。はい、ってなわけでですね、不遇とか関係ねえからもうね、ただただ殴る、それがボクシングの楽しさなんで、もうねオーラ2でも十分殴れる補正次第でね。まあさすがにね無補正はちょっときついんですけど、これアタック補正の時はね、今日はデバフも少なかったし、意外とね出なかったし、なんとかなったんで、皆さんもねぜひともコンバットやりましょう、広めましょう。俺はもっとねコンバットみんなで浸透してほしいんだよな。なんかね俺と多分ソソンのしかいないんじゃないかなって思う、コンバットってなわけで今日は久しぶりのボクシングでございました。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。